添削を始めます。描かれた写真はありません。こちらにありますので手元に見ながら添削します。非常に表情豊かな描き方をされてますので、それに基づいた添削をします。修正してから再度輪郭を取って仕上げに入ります。
一旦保存してから再度バックをちょっとつけてみます。いかがでしょうか。また違った絵が仕上がりました。これでまた保存します。